どうも、人気ダンス講師の育成教室をしているケンです。ダンス講師の出客コンサルをしたり、チーム活動で賞したり、国内最大のブレイクダンスオンラインレッスン、b r ア r b ボ o イズを運営しています。今日は、ダンス人生の3年後を左右する〇〇って何というテーマでお話します。まあ、最近、ダンス講師さんといろいろお話したりとか、ダンススタジオの経営者さんとお話したり、 まあ実際にコンサルをしたりっていうことがよくて、いろいろご相談聞くんですけど、やっぱりダンススタジオ経営とか、ダンサーとして今後生きていくために、どういう能力が必要なのかなっていうので悩まれてたり、例えば、まあ僕 SNS の使い方、すごいおっしゃるような SNS 使い方だったりとか、まあ自己マネージメントとかっていうところで、何が一番重要なのかなっていうのは、やっぱり迷ってる方が多いっていがあったので、まあ今回この動画で、まあ一番大事なことを、 特に経営、ダンサーとして、まあ、マネージメントしたりとか、ダンススタジオを建てて経営していくって上で何が一番重要なのかっていうのをお話し,します。ダンススタジオ集客ってかなり今のタイミングコロナで大変だと思うんですけど、まあ、この動画を見たら、まあ、そういうふうな集客の悩みは消えていって、まあ、生徒数はどん,どんどんどん増えていくかなっていうふうに思います。まあ、ライバルのスタジオ、他の地域の 近くの地域のスタジオさんもかなり大きな差をつけられますし安定的なスタジオ経営が3年後、5年後、10年後、まあ、死ぬまでできるかなっていうふうには思います。逆にこの動画を見ないと、まあ、無駄な広告費を使ってしまったり、まあ、一度生徒さんが増えたとしてもまたコロナとかがあったりとかっていうタイミングで維持できない その増えたことをまた同じように繰り返せない、再現できないっていう風な状態になってしまいます。で、またこの緊急事態宣言っていうものがあったと思うんですけど、実際こういう風な事態になっちゃうと、もうスタジオごと潰れちゃうっていう風な悲しい未来が待ってます。ダンススタジオを経営していく。まあ、これからダンサーとして長く生活していく輝いたライフスタイルを手に入れるために、 一番重要なことっていうのは、まあ、数字です。まあ、数字っていうと結構ダンサーさん嫌いだったりとか、まあ僕も結構嫌いなんですけど、やっぱりデータとかっていうようなこと聞いちゃうと、なんかちょっと難しそうだし、管理するのめんどくさいし、っていうふうな、かなり気持ちで出てくると思うんですけど、すごくよくわかるんですけど、ダンサーさんは自分のスキルを上げるっていう能力にプラスして、この数字で管理するっていうふうな能力が これからより必要不可欠になってくると思います。ダンサーとして生きていくためには、まあ、数字が重要っていうようなお話をしたんですけど、それがなんで数字がダンサーさんって必要なのかな、数字で管理する能力が必要なのかなっていうのは大きく、まあ、3つ理由があります。まず1つ目が不安が消えるっていうところですね。これはすごい大きいです。 まあ数字で管理するようになると自分の状況、ダンサーさんとしての能力もそうですし、特にダンススタジオを経営している上で今のスタジオの現状がすごく客観的に見えるんですよね。なので変に他のライバルのスタジオさんと比べて自分が生徒さんがいないとか、思ってる生徒の層、年齢層、ジャンルが集まらないからっていうふうに落ち込むことが少なくなります。なので、 スタジオ形式する上でかなり悩まなくていいところで悩まなくなるっていうふうなスッキリするような状態が手に入ります。二つ目のいいところは迷いが消えるっていうことです。まあ、先ほど言ったように不安が消えるっていうの少し似ているんですけど、まあ、迷いが消えます。まあ、なんで迷いが消えるかっていうと数字で管理するとどこを次 修正したらうまくいくか、生徒さんが集まるか、あるいはスタジオの経営がうまくいくかっていうのが客観的にわかるんですよね。なので、失敗のリスクが最小限になります。これはすごい大きいと思います。これは研究自体の時もそうですし、えー、そうでもない時、普通の時、普通の時ってもおそらく経営してたら生徒数が減ったりとか、生徒数が増えたりとか、他に近くにスタジオができちゃったりとか、 何かのイベントが原因で、ジャンルの人気が火ついたりとか、メディアの影響でダンスのスポットライトが当たったりとか、逆にイメージが下がったりとかすると、結構、他の要因に左右されること多いと思うんですけど、まあそういう中でも、できるだけ失敗のリスク、生徒数の を減らすところだったりとか、生トス減っちゃうところだったりとか、経営のこととか、どこに経費をかけるかっていうところで迷ってる中で、この迷いが消える、まあ、イコール失敗のリスクを最小限に留めるっていう意味で、まあ、数字で管理するっていう風な能力をつけることは、もう避けられないところかなっていうふうに思います。三つ目ですね。三つ目が目標がはっきりするっていうことがあります。これはおそらく、 スタジオ系以外にも他の、まあ、勉強とか、まあ、ダンサーだったらまあダンスの方向性だとかバトルとかショーとかっていうのでも結構似ていると思うんですけどやっぱり目標がはっきりしないと人間迷っちゃいますし本当にこれで大丈夫なのかっていうスト、えー、迷いが出たりとかストレスがかなりかかっちゃったりとか変に途中で諦めちゃったりとか 些細なことで、気にしないでいいことで気にしちゃって、潰れちゃって、夢を諦めちゃうってことあると思いますし、スタジオの経営が回らなくなったりとか、どこかで歯車が狂っちゃってっていうことはありますので、まあそこを防ぐためにも、やっぱり目標がは,はっきりするっていうことはすごい重要です。しかも数字で管理することで、今、スタジオの経営とか、ダンサーとしてインストラクターで教えてるんだったら、今どういうふうな何人生徒数がいるのかっていうのを、現時点がわかるので、 例えば1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、1年後、3年後っていうふうに考えたときに、例えば生徒数を10人までに上げようとか、体験レッスン生を5名作ろうとか、3ヶ月後は15名にしよう。で、1年後には30人にしよう。で、年、1年後そうして3年後はもっと大きな、まあ、例えば東京に行こうとか、ナンバーを作ろうとか、イベントを開こうっていうふうな、 ビジョンが見えてくるんですよね。でもこれを数字で管理しないとすごい曖昧になりますし、毎日の作業がすごい意識、無意識の状態でやっちゃったりして、先が見えない、先が真っ暗の状態になっちゃったりすること結構よくあるんですよね。まあそれを防ぐためにも数字で管理して、今自分がダンサーとして、ダンススタジオ、経営者のダンススタジオとして、どの位置なのか、どのくらいの生徒数がいるのか、どういうふうな能力があるのかっていうのを 客観的にはっきり把握した上で1ヶ月後これからどういうふうな目標を決めてそこに対して毎日やることを決めていくかっていうふうなことをやっていくべきだしそういうふうなことをやるとおそらく想像以上に時間は短縮できるだろうし労力も少なくなるだろうし無駄がなくなりますのですごいこれからは必要かなっていうふうに思います今日は段差さんが 数字で管理すること、数字で今の現時点を見るっていうことがすごい重要だな、すごい重要だよっていうふうなお話をしました。まあこの動画を見てなるほどって思ったら高評価、いいねボタンを押していただくとすごく助かります。僕も日頃何を皆さんにシェアした方がためになるか、皆さんが役立つか、しかも僕も勉強しながら役立つかっていうことを考えているので、いいねボタン、 まあ高評価が多い内容から優先的に投稿していきます。なので、この動画、今回の数字で管理するっていう動画、いいねと思ったら、高評価よろしくお願いします。今日は、ダンス人生の3年後を左右する〇〇って何というテーマでお話ししました。では、また。